どうもー、ふうじたです。からの富士、富士からのマハヒヒ、近寄りプラス、よろしくお願いします。はい、ということでね、今回はこちらのゲーム、キョロちゃんランドドスンと、これをね、まあ結構しっかりとやってみたいと思います。まあ可愛らしいキョロちゃんなんですけどもね、まあ、塔を登っていくゲームなんですね。これなんでね、キョロちゃんがこんな不気味なシーンで活躍するのかといえばですね、そもそも海外のキャッスリアンという、もう全く関係ないゲームで主人公だけキョロちゃんになったみたいなね、無理やり当てがったみたいなことになってるんです。だからこういうゲームになったんですよ。危ない危ない危ない、いきなりやばい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 よ、危ない危ない危ない、今のうまかったですね。まあこういう感じで、あの洞窟に入って逃げるみたいなことなんですね。これでこう入っていくと、落とし穴が頻繁にありますんでね、気をつけてくださいね、これね。あとね、さらにタイムとの戦いなんですよ、このゲーム。やばいって、やばいよ、タイムとの戦いだ。ガッチたー、 あのね、結構高いところに行ってれば死にはしないんですけど、すげえ落とされるんですよ。だからタイムとの戦いになってくるんですよ、これ。上手くなったとしてもですよ。来て、あ、これやばいやばい、危ない危ない危ない、まあまあこういっちゃうみたいなね。いや、これね、なんかね、操作がむずいんですよ。あのビームとジャンプが同じなんですよ、わかりますかね。あのだから止まってるとビームなんですよね、ボタンだけ押してたらビームなんですよ。で、あのちょっとでも進んでるとジャンプになっちゃうんですよ。だからむずいんですよ。でさらにで、あー、やっちゃった。まあなんとか生きてるけど、何がむずいって、だからその逆、これスタートじゃなくて BA がそのジャンプと攻撃なんですよ、そのなんかね。で B がタイムストップボタンだから、これがね、間違いやすいんですよ。やばいやばい、こう風、このままストップいっちゃいます。まあチャレンジャーのね、まあ一般的な A と B の逆ほどではないんですけど、かなりのまあやりにくさでありますね。まあ、敵逃げた方がいいってね、説明する僕がこう倒してますけどね、普通にね。まあだから、なんつうんだろう、戦うやつは戦う、これはオレンジのボールは倒していいんですよ、これは。やっぱ、じゃ散ったって、これもどかしい感じ。まあでもね、むずいゲームなんだね、こんな感じで。まあトントン行ってる方ではあるんですけど、それでもやっぱね、落とされちゃうんですよね。こう来て、もう少しじゃないですか、これ。うわ、やばいやばいやばい、オーリー、オレンジのボールは倒せるんですよ、珍しく。だから、そっちが連打して、やばい、やっちった。あ、いいのか。うわ、危ない危ない。何がやばいってあれなんですよ、だから。いやー、落とし穴なのか。やばいって、こういう罠なんですよ。だって、こんなの、ね、タイムアウトみたいなね。だから、無理だっていうのに、絶対に。もう初見じゃないですからね。結構やってますからね、このゲーム。まあちょっとね、コース思い出してないですけど、結構やってる部類なゲームなんで。で、ねえ、落とし穴とかって、まあ、防ぎようないですからね。まあ、やられて、初めて気づくみたいなね、パターンですよね、これね。これ倒し、今の障害物みたいなやつも壊すことができます。で、ここそのまま、風流されてるんですけど、まあ、そのまま行っちゃい、入ります。まあ、これね、塔を登っていくだけじゃないんですよ、最終的には。危ない危ない危ない。最終的には、横スクロール、右スクロールのアクションにもなっていくんで、そこまで行きたいですね、とりあえず。やばい。だからこれね、なんでそうなっちゃうかって、だからボタンを、同じボタンがジャンプと、ジャンプとチョコボールなんで、だからそうなっちゃうんですよね、これなかなか。これ落とし穴でしょ？だからこういうことですね。うわっぷね。やばいって、そうそう、だから、わかります？今のだってそうだけど、このワープしたというか逆側に行ったところに合わせられてドーンみたいなこともあり得るんですよ。これやばいんじゃないかな。あ、大丈夫だった。上に行き、あ、行ったんじゃないか、これで行ったか、まだ行ってねえの、これ。ちょっと待って、ちょっと一回戻り、これ分かります、今危なかったでしょ、今の。ここでゴールじゃない多分ん。やった、クリアでございます、やりました。で、うまかった、今うまかったですね。もうすぐ感覚取り戻すから、本当にこんなパッといかないんだから、普通はこの面、このゲーム。で、2面は塔に登ってくるのかな、3面かなんかで横スクロール、あ、これになるのか、ここ。ここ、まあ、ボーナスステージじゃボーナスステージなんですけど、じゃなかったね、そういえば。じゃなかった。じゃないんだ、そういえば。
あ、でもボーナスステージだね。今確かボーナスステージいいんだよね。ちょっとこれだから、いや、そうそう、一面があってボーナスステージみたいな横スクロールのやつがあって、こう新しいトイレに行くっていう感じか。これだってさ、右行ったら死ぬんだよ。だってそんなことありえます？普通なんかでヒントがあったら分かるんですけど、ちょっとジャンプか、そこ。ああ違う、右に落とし穴があることが分かってるってことは、右にジャンプすればいいのかな。いやー、それは無理だった。そういえばもうその後そうなったらそうだもんね、絶対。これさらに B ボタンがストップだから、今ストップしちゃったけど、これはね、なかなかの難しいというか、なんというか、これはどうしたんだっけ。まあもうとりあえずこっちか。あ、これジャンプってことですね。普通に風ですよね、これはね。本当にだから左出っ走らなきゃ死ぬってやつですね、これね。これでもキャッスリアンっていう、なんで今風が来ないんだいってちょっとまあまあいいね。ちょっともうだって一面なんかすごかったじゃないですか。ちょっと一回やったらもうすぐ思い出したから、うん、うまいっすね。ここでこうジャンプみたいな。いやー、これ結構むずいって。二面からもいきなりむずくなってるよ。でもまあトントンいっちゃいますよ、もうこれね。よし、いい感じでいってますよ。でもね、絶対に分かりえない落とし穴ってあるんで、あぶね、危ない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 。風、いやー、当たったか今の。いや、もう結構やばいんですよ。もう一回ね、落とされるともう結構やばいんですよ、多分。これもう、っていうかもう、やられましたわな、それは。まあなんかね、感覚を思い出してきてるからね、面白いっちゃ面白いね。だから右行っちゃダメなんだっていうのに、開始直後何のヒントもなく右行っちゃいけないっていうところですかね、これね。いやー、やっちった。何をやっちったかっていうと、今のボタンを間違えてる、風なんだよね、これね。今こう押されてるんで、嘘、コンティーできないの。間違えた。ちょっともう一回いいですか。ちょっとスパッといくんで、一面はもう本当にノーミスでいくんで、絶対に。コンティーって、あ、そうか、あの時点でスタートボタンを連打しなきゃいけなかったのか。ちょっと待っちゃったらいいなったね、きっとね。もうこういうのももうトントンといっちゃうの、本当にもう早いですよ、今回は。いや、でも、そうそう、予行してると、ちょっと待って、それはあれなるんですよ。予行してると本来攻撃のやつがジャンプに変わるんで、そこはね、難しいというか癖があるというかね。ここも風で押されてるんで、はい、どんどんいっちゃいます。まあノーミスいっても過言ではないですよね。ミスったかミスないかと、ミスかもしれないですけど、さっきの落ちたやつはね。まあでも流れるようにいってんで、まあまあまあ、このままいっちゃい、そのまま上に行き、まあ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 、やばいって、危なっ、当たったんか今の当たったの今の、やばいやばいやばいって、それ分かってるんですよ。もうあれは最初ゆっくりだけど、もうああなったら絶対当たるっていうのは分かって、何回も説明してることにはまりましたね、今のね。これいっちゃって大丈夫か。まあまあ、そうなんですよ。なんかちょっとね、癖があるんですよ、これもね。こう来てね、あ、でもちょっと待って、この上がりでさっきダメージ受けたんで、ダメージっていうか、やばい、同じことやったらやばかったですね今ね。いやー、そうなんだって、これちょっとさっきハマったことに、同じことにはまりましたからね、これね。そう、あそこ落とし穴あるからっていう話をね、さっき十分にしたはずなんですけどね。そういう感じで、まあ行っちゃいますと。やばない、これでいいんじゃないですか。これでもう、嘘、マジですげえむずいでしょ。あって今のタイムアウトってことは何、今のクリアしたと同時にみたいなこと、今のどういうこと、ダメなの今。だから今結構早くいったじゃないですか。まあ2、3回落ちましたけど、それダメですからね、タイムアウトですからね。もうだから敵なんか相手にしちゃいけないですよ。もうどん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 行くしかないですよ。ただね、横押しながら、あー、やられちった、トントン行かなくなってる、さっきより。
とにかくちょっと2名はクリアしたいですね。じゃあこれ最悪、もうどんどんいっちゃいますよ。本当にどんどんいかないとだって、ね、すぐタイムアウトになるんだな。危ない危ない危ない、もうどんどんいっちゃう。いや、横しながらだとジャンプになるからです。攻撃ボタンがジャンプになるっていうね、この癖のある感じ。こうもう風流されてるんでね、こんな感じで。はい、入りましたと。いやだからそうなんだって、今攻撃をしようと思ったんですよ。だけど横をしてるからジャンプになるんですよね。止まんなきゃいけないんですよ、攻撃するには絶対に。これはね、ほんと癖の塊ですよ、本当に。でも2面ねクリアしたいですよね。だってもうクリア見えてた、見えてたのかな。これもトン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 といっちゃうんだね。トン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 といっちゃうんだね。やばいか、危ないか。危ないですね。だから攻撃続け止まんなきゃいけないっていうね、もう本当に厳しいルールがあるんで。今のもやばいんじゃないの、これタイムアウトになるんじゃないの、また結局。ちょっとやめてくれ、勘弁してくれ、本当にやめてくれ。もう同じのを見るわけにはいかない、自分だけじゃない見るのが。それを考えたらもうね、やばいですよね。これ当たってないよね、うん、まあまあね。でここの上がりもちょっと気をつけて、ここに落とし穴があるんで、まあこんな感じですか。10秒9、やばいのか、どうなんだい。いやでもなんとかいくか。さっきここでやられたからもう一個入ればいいんでしょ。だってここで入れば OK だから。2、1、いったか、あぶねー。クリアでございます、やった。で2面クリアしたらもういいでしょ。もうこれはもううまいっていうの分かってもらえると思うし、今の1秒っすからね。だから2回ぐらいちょっと落ちてもいいみたいなことですよね、1面なのにですよ。でここで、これはまあボーナスステージなんですね。敵に当たっちゃいけないけどボーナスステージ。落ちたんかい。その色使いで分かりづらいっていうのに、俺初心者じゃないし、や何回もやっててもああいうのにハマるんだから。穴かどうか分かんないんだもん今。まあまあそれは置いといて、とりあえずね、右行ったら落ちるんでね。これはね本当に、うん、風かいみたいなね、もう分かってる、まあ、何回もやって分かってるんだから、分かっててもハマるっていうね、この癖のある操作で。まあそれがよりむずくなってるんでしょうね、きっとね。こう伸ばしといて、これジャンプで飛ばすみたいなね。そしてこういう感じで入ってくるわけですね。もうすごい上手い技術が詰まったプレーをしてるんですよ。でもああなってるんですからね。もうこんな流れるようにいっちゃうんだろう、ここにね。ここはこうでジャンプ、いや右手ジャンプですよね。やばいなー、これそこにやれると。でもジャンプしちゃう、うまいんじゃないの今の。今のうまかったですね。このゲームでそんなギリを攻めるんだ、絶対無理ですからね、普通に考えて。ここ風で押されてる、危ない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 。でもあと一個ね、なんかストンと落ちる場面があったような気がするんだよな。なんかこれここ入っちゃいけないとか、いけなかったのかどうなんだろう。いやーそれダメなのか、触っちゃやばいような気がする、時間的にやばいような気がする。これどうだっけ。いやーちゃってる、これ無理でしょ。だってスタート地点に落ちたんだもん今。イエスが A ボタンと。この面クリアするまでいきますか、とりあえず。だってもう今のは言ったでしょ、はっきり言って。いややっぱもういいんだよね、これはね。同じボタンでやってますからね、チョコボールの攻撃とジャンプは同じボタンなんでね。だから一瞬もうわけわかんなくなりますよ、これ。慣れっすよね、やっぱ慣れ、癖のある操作に慣れていくと、こう流れるようにいけるわけですよ。これやばいんじゃないの。ちょっと一回戻って、やり過ごしに戻ります。まあこう入っていいですね、うん、やばい、ドーンってやられるんかい、これね。なか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 の面ですよ、これはっきり言って。ではこっちか、もうここも流れるようにいっちゃって、もうここも一気にいっちゃう。今のうまかったですね、待たないっていう、一回も待たない。これやばいのか、危ない危ない、やばいか。あ、まあここで止まっといて、こうですね、ここで止まっといて一気にいくっていうことですね、こういう感じで。まあ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 、いいんじゃないですか。ここジャンプですね、右、やばい、これいっちゃっていいんだよね、確かね。右手ジャンプ、いやもうちょっと待っ
え、どう行ったんだっけ、こっち行っていいんだっけ、こう行ってどっち行ってたかもわけわかんなくなるし、まあいいのか、これでまあ、なんでこれこっちが来てるからまた左に戻るのか、これやばいっすよね、タイムやばいっすよね、多分。ここでなちょっともう少し深くジャンプするってことか、そこもなかなかねタイミングむずいっすよ、はっきり言って風を押されてるんですけど、そこも調整しつつ、ここですよね問題はね、深く行ってからジャンプ、なんでだよ本当に、これ3回目ですからね、これもうね、ここにはまってる、はまってるし、タイミングがよくわからない、うん、まあまあ行きましたね。今のところでもかなりむずいっすよ。ここも風だし。こう来て、さっきどうなったんだけど、なんか行けなかった。ここ入ったらいけなかったような気がするよね。ストッと落ちたんで。うわ、怖え、これ。やばいよ、これ多分やばいような気がするな。え、どういうこと？このまま行くってこと？あ、いいんじゃないの？これ。これが正解っすよね、多分ね。でもここ入んのかな？これどうなんだろう。覚えてない。もう覚えてない。とりあえずこっち登った方がいいような気がする、なんとなく。うそでしょこれ、ちょっと待って、クレジットがあんまた1回しかないといけないってことですね。ここでもうじゃあ最後の勝負ぐらいかな、これ。今結論としてどっちが良かったのかって分かってないかな、今のどうだったんだろう。きつつですな、やばい、危ない。でここはまあ問題点の一つですね、ここゆっくり行った方がいいのかな、でも敵出てきちゃうから、まあまあギリジャンですよね、これもね、いわゆるこのゲームのタイミングでのギリジャンを覚えなきゃいけないんで、今の相当むずいですね。でですよ、こう来た時にここ1個目入んない方がいいんですよね、ストッと落ちるようなあのなんで、うん、来て、まあここで一気に行くわけですね、うん、あ、行ってもよかったのかな、行っても結局あそこに来てたような気もするんだけど、ここ入ったら多分絶対ダメなんだ気がするんで、やめて。いや、やばい。じゃあ、そうか、いいのか。あ、ここはまあ、一応安全地帯ってことね。これいいんじゃないですか？ノーダメできてますよ。いやー、マジ、マジ、どうしたの？嘘！今どうしたらよかったってこと？そのまま崩して。これいいんじゃない？多分こう来て、このまま上行きゃいいんですよね、これ多分ね。これ多分、クレジットが最後だったんで、これ多分最後っすよ、ほぼ。これどこだっけ、これいいの、うわー触られたのか今、これいいんだっけ、まあまあこれでいいと思う、いやでも時間がない、時間がない、時間がない、やばいよこれ、やばいっすよ、ここで入っちゃいけないで、こっち行って危ない、ここは安全地帯、安全地帯、この穴の上が安全地帯ってことで、やばいんじゃないのこれ、いいえ今タイミング悪かったですね、もう無理か、こう来てですな、ここ入ってみようか一回、うん、ダメですよねそれはね、それはいけないですよさすがに、でここに、まあ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 こういうことですよ、あと一機あったのかな、なければここで終わりか、ラスト一機ってことですね、クレジットも多分ないからこれが最後の最後、いやでも今も惜しいとこまで行ってるんでね、多分行くんじゃないですかそろそろ、もうこれももう止まんないですよはっきり言って、もうどんどん行っちゃう、いやこれ一回ちょっと戻るしかないですね、やり過ごしこっちに戻り、大体上がってきたんでもう上のとこまでは行けるんで、ストッとね、もうこれまあやっぱね覚えさえすればいけるんですよ、だってもうねやっぱやられて覚えるみたいなことっすもん、これもうやっぱ、いやこうね流れるように行っちゃいますよね、今の間じゃん、間に入るジャンプ、風を気をつけつつ行くみたいなね、ノーミスノーダメできてますここまでね、ここ入っちゃっていいんですよね多分ね、そうするとその前手前に降りるからその左の方に行き、嘘ー今の、ちょっと待ってこれどうするんだっけ、こっち行ってくの、これ上がってくの、あー、どうそうだっけ、まあここ入っていいですね、そしてストッと落ちるけどその左のとこに登っていく、ここ入るとダメなんですよ、ティロリンティロリンで崩れる岩のとこに落とされて落ちるしかないみたいなところに行く、それはもうさっき絶対確実に見てるんで、この穴の上のとこに一回待機し、
そこで抜ける。これジャンプなのかな。どうすんのこれ。あ、いいのか。ここでいいのか。これで上に行けばいいのか。いいんじゃないですか。やりました、決まりました。まあ、区切りがいいんで、この辺で今回終わりにしておきますか。あ、ふじ。